大谷和子大谷和子は、西本願寺保守、大谷洪水の妻であり、女性組織仏教婦人会などで活躍、女子高等教育の必要性を解き、九条武子と共に、京都女子大学設立の推進者となった人である。1882年九条同校の三女として、生まれる。妹は、大正天皇の記載である、丁名皇后である。 11歳の時、大谷光水と子にし、西本願寺に住むこととなる。光橋の妹、大谷竹子とは、その頃より大変仲が良かったと言われている。6年後、17歳で結婚し、西本願寺裏方、及び仏教婦人会総裁となる。1900年、カイコマ像、カズサトコ夫妻が開いた、四宿、文中園を、西本願寺が支援することとなる。 1910年、海野夫妻が西本願寺仏教婦人会連合本部より経済援助を受け、矢部善造が創立した京都高等女学校を買収し、文中女学校を合併すると、仏教婦人会連合本部は京都高等女学校の経営を開夫妻より委託され京都高等女学校の経営主体となった。和子は京都高等女学校の名誉校長となり、 経営に尽力したが、翌1911年に30歳で休止した。1904年、文下の婦人たちに対し、日露戦争下の婦人のあるべき姿を悟した、婦人会取決主意、婦人会外足を発令する。1907年に資本願寺仏教婦人会に、連合本部が設置される。本部長に、大谷武子が就任し、翌年、東京の 女子文芸学園を支援する。翌1909年、九条武子と共に、ロンドンにて、英国の女学校を視察する。ありがとうございます。